皆さん、こんにちは。熊沢でーす。いきなりね。 面きし巡行の白飛びという状況でございます。めちゃめちゃ明るい状況をあえて作ってるわけなんですけれども、今日はね、この明るさについてちょっとお話をしたいなと思っています。動画を撮るときに、まあこの明るさっていうのはね、非常にシビアにセッティングをしていくんですよ。で、カメラにおいて露出と呼ばれるんですね、その明るさのことを。その露出を、まあマニュアルで設定していこうっていうのが、まあ基本的な撮影の時の考え方なんですけれども、 その露出をコントロールするための項目っていうのが3つあります。まあご存知の方もいると思うんですけど、まあご存知ない方のために言いますとね。まずはシャッタースピード。それから F 値。まあ絞りですね。で3つ目が ISO 感度。この3つで構成して設定していくわけです。でまあ担当直入に言うと、まあ僕としては、 設定の順番は動画の場合ですよ。まあ、まずシャッタースピードから設定して、で、F 値を決めて、最後に ISO 感度。この順番で僕は設定します。絶対に。で、まずなんでシャッタースピードを設定するかっていうと、動画におけるシャッタースピードっていうのは、基本的にはフレームレートに依存します。はい。早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメなんですよ。フレームレートに対して必ず設定していく必要があると。 で、このフレームレート、まあ、要はね、動画っていうのは、まあ、静止画の連続体でできていますよと、いわばパラパラ漫画ですよと、まあ、いろんなところで説明なさっている方がいると思いますけれども、要は、その、1秒間に24コマなのか、30コマなのか、60コマなのか、120コマなのか、240コマなのかというような感じで、1秒間に何枚の絵をパラパラさせていくかっていうのが動画の考え方、そしてフレームレートの概要なんですよ。 で、このフレームレート、コマ数に対して、シャッタースピードっていうのは、コマ数かける2分の1で設定していく必要があるんですね。シャッタースピードっていうのは、例えば1秒とか、8000分の1とか、まあ、いろんな設定ができるんですけれども、基本的にはフレームレート、例えば30の場合、フレームレート30の場合は、30の2倍、60分の1なんですよ。で、設定していく必要があると。 いう感じです。で、カメラっていうのは、シャッタースピードが、だいたい、ええー、まあ、段数で言ったりもするんですけど、基本的には、まあ、50分の1とか、ええー、くのいがないんですよ。分数の。分母の。なので、24フレーム、24個まで撮ってる場合は、 48分の1っていうのがないんで、それに一番近い数字。なので50分の1とか。フレームレートを60コマに設定している場合は、えー、実際2倍の数字っていうのは120じゃないですか。なので120分の1にしなきゃいけないんですけど、何ですかね、今のイントネーション。120分の1にしたいところなんですけど、まあ、ない場合があるので、125分の1とか。まあ、そういう風うに設定していくという感じなんですよ。 で、シャッタースピードで明るさを変えることができます。今、実際に50分の1に設定してるんですけど、これをね、どんどんこうやって、速くしていくと、速くすればするだけ、暗くなります。はい。で逆に、明るくすればするだけ、あ、違う違う、えっと、シャッタースピードを遅くすればするだけ、明るくなります。今これ30分の1なんですけど、はい。まあ、そんな感じ。写真も一緒です。はい。 まあそういうことで、まあシャッタースピードを速くすれば暗く撮ることができる。写真の時はいいんですけど、動画の場合はさっき言ったようにフレームレートに依存する部分があります。速くしすぎると本当に小マ撮り見たくなっちゃうの。ちょっと実際にちょっとめちゃくちゃ速くするね。バカ速くするね。 違いわかるかなま、あいいや。シャッタースピードを速くしすぎると、シャッタースピードを速くしすぎると、コマ取り見たくなっちゃうんですよ。なので、まあ、基本的に減速的にはしない方がいいと。だから、シャッタースピードは固定になります。で、あと変えられるポイントは、F 値と ISO 感度。なんですけど、僕はさっき順序としては、次に F 値を設定しますって言いましたよね。今 F 値が2なんですけれども、ちょっと速くし、あ、えっと、 絞っていきますね。F2.2、2.5、2.8、3.2、3.5、4、4.5、5, 5、5.6、6.3、7.1、8、みたいな感じで、9、10、11、13、14、16という感じで絞っていけるわけですよ。はい。まあ結果として暗くできましたね、なんていう感じなわけですけど、これね、 F 値っていうのは、まあ、映像表現、写真表現においては非常に重要なポイントがありまして、まあ、被写界深度っていうのを司る非常に重要なポイントなんですよ。光を取り込む量を減らすことができるっていうのが一つポイントとしてあるんですけど、もう一つ、ピントが合ってる範囲の、えー、深さ、浅さっていうのを決定する上で非常に重要な設定項目なんですよ。はい。 でね、今僕、こんぐらい近づきますよ。ちょっとね、こんぐらい近づいてまだピント合ってるでしょで、ここの手、後ろですよ。こうやってやりましょうか。ね。手、ピント合ってますよね。結構くっきり見えますよね。はい。これ覚えておいてくださいよ。こうですよ。で、どん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 開けていきます、絞りを。はい、絞りを開けていくわけです。はい。解放の2になりました。で、今度ちょっと ISO 感度で明るさを暗くしていきますよ、と。はい。 どうでしょうちょっとシャッタースピードも変えちゃおうか。ちょっと暗くしますよと。どうでしょうさっきよか、手がぼやけて見えませんかねこんな感じで、えー、シャッタースピードじゃなくて、ISO、F 値。F 値っていうのは、ピントが合ってる範囲。ど、要はその奥行きの部分。で、どれぐらいの範囲までピントを合わせますかっていうような、 えー、非常に重要な項目なんですよ。なので、背景ボケを活かした映像を撮りたいっていうときは、なるだけ、えー、この F 値、絞りっていうのを開けた状態、小さな数字で撮るのがいいんですよ。はい。なので、あと設定できるのは、ISO 感度だけなんですよね。そう。で、ISO 感度も、じゃあ今最低まで持っていきますよと。はい。最低まで持っていきましたと。はい。これでもまだ明るいじゃないですか。 もうちょっと暗くしたい。でももうシャッタースピードは変えられない。ISO は最低。で、F 値は開放で撮りたいとか。そういった時に、もうどうした、どうするべきなのかと。いうのが出てくるのがこれなんですよね。はい。これです。ND フィルター。はい。これで、光を減らしてやるんですよ。でね、このま、レンズにつけるサングラスみたいなもんですね。 実際にこうやってやると、まあ、暗くなりましたでしょはい。まあ、こういう感じで、今ちょっとオートホワイトバランスでやってる関係があったり、ちょっとね、色が変わるんですよね、この LD フィルターは。ちょっとね、安物を買った、K&F コンパクトのね、やつなんです。はい。ちょっとねじ込み式でつけましたよと、と。さっきの F チえっと、リソ感度を1000に戻しますね。はい。1000に戻しました、と。 で、まあ、つけた状態かなり明るいじゃないですか。ねで、どこだあれメモリ消えた。あった。まあ、これをこうぐーっとね。あ,あ、外しちゃった。こうやって、こうやって暗くできるわけ。はい。暗いでしょ暗くできたじゃないですか。 ND フィルターっていうのは、ま、こういう効能があるわけですよ。ただね、ちょっと僕が安物買いの銭不死いとでも言いましょうか。僕が買った ND フィルターはですね、広角によればよるほど、広角になればなるほど、このね、エッこの X 状の村がね、すごい目立つの。わかりますここ。これね、村が目立つのよ。そう。だからね、もう、 やめました。買います。新しいやつ。健康のバリアブル ND フィルターを買います。ま、あこれは可変式って言って、目の前のこのところを回すと、その色の濃さをどん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 暗くしていくことができるんですよ。なんだけど、ちょっとね、ムラが。 くるんですよ。これ、がっつり望遠するとね、望遠、まあ、これ、大した望遠率じゃないですけど、50ミリ、まあ、35ミリ換算70ミリ相当なんですけど、これだと、あんまり目立たないんですよ。隅っこが消えるからね。クロップされるイメージなわけじゃないですか。なので、あんまり目立たない。望遠液で使うときは、まあ、いいんですよ。ただ、 えー、こう広角にしていくでしょどんどん。広角にしていくと、この隅のね、方から、こうぐーんと、消えていく感じわかりますでしょこれ村あるじゃないですか。ダメなんですよ。村があっちゃダメなの。ということで、えー、非常によろしくないんです。はい。 そういうことで僕は安物買いの税入失いをしましたよと。え、いうポイントもあるんですが、動画を撮る場合、外で動画を撮る可能性がある場合は特に必要なんですよね。この ND フィルターっていうのは。チャッタースピードは変えられない。なるだけ背景ボケは活かしたい。なので F 値も変えられない。自分がき、えっ、ー、と、この F 値で行きたいと思ったものからは変えられない。そこを設定して、それでも明るい。ISO 感度を最低にした。それでも明るい。困ったなという時には、 この ND フィルターを装着する以外にはもう考えられないということなわけです。はい。ただ、えー、何を買うかは慎重に買っていく必要があるんだと思いますね。はい。以上、熊澤でした。ありがとうございました。